これはもう典型的な霊現象です。はい、まあクラップとかいろいろ言うんですけどね、これはやっぱりいい場合と悪い場合がありまして、私なんかもお祈りしてますと、電気がパチンといったり、ご神前がパチンといったり、神社がパチンといったりします。それは神様が今を祈ったことは受けましたよ、キャッチしました、受け取りましたっていういいお返事の場合にパチンって音しますね、合図を送ってるんですね。合図を送ってます。それとマイナスの場合はですね、そういう霊が来た時に何かのこの意思表示をしている場合、これもパチンと落とします。ですから音がいいとは限らないし、悪いとも限らないわけで、両方の場合ありますね。金縛りですけども、金縛りにも3種類あって、生き霊ですね。例えばこの方女性でしたら、男性がもう好きだ好きだ好きだと思ってたら、金縛りっていうのは男性のこの生き霊、生きている霊ですね。あるいは女性で、男性だったら女性の思い、それがもう寝てる間にこう金縛りに合う、これが一つと、もう一つは土地あるいはお屋敷、建物か土地の、まあ、自爆霊、そういう霊がいるとこの金縛りに合う、はい、3番目はご先祖の霊が出てくる場合に金縛りに合う、はい、まあ1周期とか3周期とか13回期とかの、特に多いのは回帰祝いの時に来ているんだけども、そのままにしている時にお祭りをしてほしいから、うん、法事をしてほしいから子孫にこう知らせてるわけですね、この大きく分けて3種類があります、うん、だけど、まあ、こういう霊が来た時に音がするんでしょうけどね、うん、ポイントはですね、絶対にどんな場合でも霊現象はね、恐怖に思ったらダメなんです。怖がってはいけない。怖いと思ったら霊に入られちゃうから、はい、なんだこんなものと、うん、霊といったって地球にも宇宙にもあるわけでね、こんな霊なんかに負けるもんかというふうに強い意志を持ってましたら、怖がらなかったらそのうちあっち行きます、はい、ですからもう恐怖になるべく思わないようにしていただきたいというのが、このクラップ金縛りのポイントですね。はい。